はい、ありがとうございます。いや本当にね、有名な格闘ゲーマーであるこの3人の、はい、あ、私がこっちの方にお願いします。はい、はいはい、本当に伝わると思います、うん、それでは早速ですね、お三方にウルトラストリートファイター4の魅力を伝えていただくべく、うん、本気の対戦を行っていただきたいと思います。いいですね。なのでちょっとね、意気込みの方をお聞きしていきたいと思います。はい、はい、それでは梅原さんからいきましょうか。意気込みですか。意気込み、はい、意気込みで意気込み、そうですね、まあまだそのちゃんと対戦したことないんですけど、はい、まあすごいたくさんプレイしてるゲームなんで、ちょっとまあいいところ見したいなと思います。はい、いいところ見たいですね。はい、それでは灰谷さんお願いします。そうですね、誠、僕が使ってる誠っていうキャラは結構変更点が多いキャラクターなんで、そうですね、まあ、そういうのを結構見たら分かってもらえると思うんで、まあ、そういうのを楽しんでもらえたらなと。見せるプレーを、見せるプレーを、見せるプレー楽しみにしております。はい、はい、それではボンちゃんお願いします。はい、自分すぐ分かるようなところじゃないんですけど、まあ、そこら辺の変更点も自分で確認しながら対戦を楽しみたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっと一旦画面の方を開けていただいて、こちらの方に移動してください。一人、はい、でも多くのお客様に遊んでいただきたいと思いましてですね、ネシカを掴んで遊んでいただいた方には限定称号ウルフォージャエポ14勢をプレゼントいたします。レアですからね、ここでしか、ここでしか手に入らない称号ですので、なので稼働日に引き継いでいただいてデータを、はい、そうですね、でさらにここで遊ぶと称号2つゲットです。わー、すごい、ゲットゲットですよ。嬉しいですね。はい、はい、というわけで本当に貴重な称号となっておりますので、皆さんぜひゲットしていってください、はい、まずですね、灰谷さん対ボンちゃんでいってみましょう。梅原さんは私たちと一緒に実況をお願いします。ではですね、なかなか実況って言ってもですね、はい、ウルトラになったので、はい、難しいですね。難しいかもしれないですね。はい、まあ、でも見ていきましょう。はい、さあ、画面は灰谷さんの方の画面ですかね、これは。はい、灰、はいね、谷さんの画面が映っております、はい。いやー、なんかドキドキします、私も。まだガチですからね。あ、ね、熱い戦いを見る機会ないですからね。キャラセレから見てもガチが伺えるんじゃないですか、梅原さん、これ。そうですね、2人ともメインキャラなんで、あのヘッドセットのマイクをしてますが、お二方とももう喋らず黙々と選んでますからね。ウルコンのセレクトはどうですかね。これあの誠戦は本当はウルコン1らしいんですけど、ほうほう、ウルコンはなんかあの今回キャノンがちょっと変更点の一つらしいんで、そうですね、それを確認したいから2にするとかってさっき言ってましたね。ここで違いを、違いを確認し見れるのかなと。マコトとサガットっていうのは 前作までは有利不利、まあ、これどんな感じなんですか。どうなんですかね、どっちも使わないからあんまりちょっと適当なこと言えないですけど、自分の目から見ると誠有利に見えましたけどね。それが今回のウルトラになってどうなるかっていうところです。そうですね、さあ誠ちょっと押されてますが、ここで誠 KO ですね、はい、今回でも誠かなり強いと思うんで、そうですね、はい、全然この組み合わせいけるかもしれない、誠の大きな変更点といえば EX 吹き上げが連続技になるというのが大きな、あ、出ましたね、あ、これか、はい、出ましたね、すごいですね、あまり見たことない、これはかなり楽しいということで、でですね、不利というか有利なところでやっぱりサガットを押してますね、連続技がたくさん入っているんで、あの連続技すごいですね、なんか、あ、見たことないですよね。見たことなかったです。サガット結構ギリギリで耐えてましたね。おお、 KO です。ここで11、はい、次がファイナルですね。ちょっと赤セビね、見たいですけどね。見たいですね、ゲージ2つでレッドセービングアタック出ますので、破断技をどうさばいていくか。2人ともでも本気なんで、そんな新しい技試してる余裕がないまあここからですね、研究はやっぱり、押してるけど、まあ、あのウルコンだったらひっくり返りますからね。ねえ、そうですね。お、
2位が出ましたね。2位がかなり強化されているので EX ですが、あ、入りますね。これが空中で前段ヒット。でこれまでやっぱ火力で押そうとしたらタイガーディストラクションがあったと思うんですが、今回ははい、ありがとうございます。これサガットの勝ちですね。行けばいいですか。はい、はい、じゃあ次、はい、次の試合に行きましょう、はい、じゃあ2試合目は梅原さん対灰谷さんですね。さあ今準備をしてる最中なんですけども、はい、準備を、はい、準備をしております、はい、サガット戦ってみて、サガットどうですか。どんな感じでした。やっぱね、最後にウルトラコンボを使ったんですけど、はは、うん、あれの火力がやっぱ上がってて、これやっぱウルホーに変わった変更点なのかなっていうのはすごい感じましたね。やっぱ使ってる側ではそのちょっとした変更点も感じ取れるんですけど、うん、やっぱ見てる分には伝わってなかったと思うんですけど、やっぱこうやって深い、長い時間やってたプレイヤーでもそういう些細な変更っていうのはすごい分かるので、むしろ重要かもしれませんね。いや、そうですね、はい、ちょっとこの変更をもっとうまく伝えたいなっていうのはすごいあったんですけど、はい、はい、そうやってお話をお伺いしている間にですね、またこちらも準備が整いました。龍と誠ですね。梅原さんが龍で、そうですね、灰谷さんが誠。勝負じゃ。ボンちゃん的にはこの組み合わせどうですか。はい、そうですね、ウルホーじゃなければ、じゃなければウルホーまでのバージョンだったら、はい、誠がかなりいけるのかなという、誠いける、はい、印象ですね。ただ、リュウもね、今回強化点、そうなんですよ、ちょっと僕一番注目してるキャラなんですよね、リュウは。サガットではなく、サガットではないですね、残念ながら。ちょっと龍の可能性の広がり方が今回のバージョンすごいんじゃないかなと思ってます。やっぱりその昇竜拳の使い方が、はい、ウルフォーになって変わってくる予感がちょっと僕するんじゃないかなと。変わってきますね、これ梅原さんがあのウルコン2を選択してるの初めて見るんですよ。おこれやっぱウルフォーになって、そうですよね、調整を受けてっていう感じですよね。いつも滅波動拳だったような気がするんですけど、はい、そうなんですよね、ウルフォーならではかなと。さあこの灰谷軍側はもうちょっと使いこなしてますよね、変更点。そうですね、はい、なんだってウルコンダブル使ってますからね。ウルコンダブル使いますし、 EX 吹き上げなんて今までやってなかったと思うんですよ。そうですよ、いつあのコンボ練習したんだっていう。いやそうなんですよね、本当。あれが ね、やっぱ慣れてない人こうなるんですよね。あれが今回のウルフォーでは前段ヒットすると、6連射までいくと。間違いない、やっぱダブルウルコンだとダメージも低めですね。ダメージが低いので、はい、フィニッシュすることはできませんが、ここで逃げる。おー、接戦。おー、龍が、はい、ありがとうございます。可能性を見せましたね。龍の、ね、可能性を本当に見えたと。変わりましたね、ここら辺の可能性が。はい、それでは3試合目そのままいきましょう、はい、ボンちゃん対梅原さんです。さあ、誠使ってみてどうで、はい、いや、っていうかどこで練習したの。練習はロケテに足しげく、大阪のロケテに。あ、なるほど、ロケテで、ロケテでもそんな練習する。まあコンボのパーツとかがちょっと、ね、あ、なるほど、あの確認したんで、はははそれをちょっと今日試してみたんですけど。あ、今日初めて試すんですか。すごいですね。負けちゃいました。はい、またキャラクター選択していきます。はい、となるとやっぱり龍とサガットが見れるということでしょうかね。そうですね、特にこの2人はもう、多分この組み合わせを世界で一番やりまくってる、やってるレベルが高いですね、組み合わせなんで。でもウルトラコンボが別勝利になってるんで。そうですね、で巷ではやっぱサガット強い調整なんじゃないかっていう風に言われてますけど、龍も、まあ、それに負けずアッパー調整がかかってるかなと思うので。そうですね、龍も結構そのメス勝利が強くなったりとか、はい、コンボが伸びたりとかっていうのがあるんで、うん、お互い強化されたキャラクターですね。すごいですね、もうつい見ちゃいますね。ついね、見ちゃいます。やっぱり動きというかその展開が早いので、で、はい、こうなんか喋ろうとしたら次の行動に行ってしまうという。次の行動に早いですね、もうあっという間に。今のもめちゃくちゃうまいですね、最後しゃがみ中キックで
タイガー2を透かして。なるほど。それは前からあったテクニック、ね、前からテクニックで、そういう技もウルフォーでも使っていけると。さあ、ゲージ2つ溜まってるんで、梅原さんが言ってたレッドセービング、あ、使うとこ見てみたいですけどね。そうですね、どこで使うかっていうのがポイントですね。ですね、ダブルアップ、垂直で避ける。まあ、ここまではセオリーかなと。お、集団ここで2位振っていけるのはやっぱウルトラになったからなんですかね。それもありますね。さっきも結構 EX タイガー2を対応してたんで、はい、あ、ここで入りますね。これが KO ダメージアップした。そうですね、まあ、結果的にダメージ全段ヒットするので、はい、これまでは、ね、あの KO までは持っていけなかったと思うんですけど、多分今のだったら最後が使って、今までだったら KO してなかった可能性がありますね。ちゃんとそこまで計算して、そうですね、ウルコン2を。殴り合いですね。ボンちゃんといえばやっぱガード硬いイメージがやっぱあるんですけど、さあここからは、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当に熱い試合でね、もう目が離せませんでしたが、はい、お三方からね、感想の方をちょっと一言ずついただこうと思います。新しいウルフォー、はい、新しいウルフォーについて一言ずつ、じゃあ灰谷さんからいきましょうか。灰谷さん、あ、僕、はい、そうですね、やっぱり今回は、まあ、新キャラクターとかも増えてて、まあ、今まで従来の、うん、あのキャラクターでプレイした人がどういうキャラクターに移行するのかなっていうのが個人的に楽しみっていうのもありますし、やっぱあのスト3シリーズとかゼロシリーズからの参戦なんで、うん、まあ、今までそういったシリーズをプレイしてた方がどれぐらい新規で参入していくのかとか、そうですね、エレナが好きな人がスト4をやってみようとか、そういうのが絶対あると思うんで、そういうのもすごい楽しみですね。そうですね、はい、まあ、このちょっと前なんですけど、ストリートファイタークロス鉄拳でも出たキャラクターではあるんですが、はい、そうですね、やっぱりそれとはね、調整がちょっと違う、そうですね、スト4チックになってるんで、アーケードでやっぱり出てるかどうかっていうのもだいぶ違うと思うんで、はい、じゃ楽しみですね。はい、楽しみ、はい、ありがとうございます。それでは梅原さんお願いします。はい、そうですね、あの、お、取れた、すみません、あ、聞こえますか、ね、大丈夫です、大丈夫です。あの変更点結構多かったんで、はい、それをちょっと、まあ、できれば見せたかったんですけど、なかなかチャンスが来なかったですね。でもあの、そうですね、まああの、まあ、ここから練習していって、ね、時間が経っていって、はい、研究してっていう感じでしょうかね。はい、あのただなんか操作性みたいなのが、うん、あの前よりもすごい良くなってるように感じたんで、はい、はい、なかなか鋭い基盤がね、実はね、はい、タイプ X2 という基盤でこれまでやってたんですけど、はいはいはい、今回からタイプ X3 になりまして、はい、基盤変わっております。で、入力形態も変わっておりますんで、それがスムーズさにつながったんじゃないかなと思います。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。それではボンちゃんお願いします。はい、そうですね、まだ、はいはい、このウルホに関してはプレイがね、あんまりまだできてないので、うん、その新しい赤セビや、ディレイスタンディング、はい、そういう新しい要素を早く自分のものにして気持ちよくプレイしていきたいですね。はい、やっぱりその新しいシステムっていうのを積極的にその自分のものにしていくっていうのがやっぱその上達になって、あ、間違いないです、間違いないですか、はい、だから早く自分のものにしたいです、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。